どうもツンツンです。今日は6部集紹介していきたいと思います。6部集なんですけど、芝刈り型とか、まあ普通のね、なんだスタン型の、まあ銀幕とかもっとそういうバチバチの分断とか入れてやっていくタイプとか、パラツイ型とか、まあいろいろ試したんですけれども、まあ面白いタイプでかつある程度戦えるのってこれかなと思って、今回はこの6部集紹介していきたいと思います。メインは新しいパックで出た師範と影6部と前のパックにある梅雨払い、こいつらを使っていきます。どういう風にやっていくかっていうと、まず梅雨払いの効果が墓地の6部集を墓地に送ってリリースしてね、でフィールド上のモンスター一体を破壊するっていう効果はこいつにあります。でこれで6部出した後に、例えば師範とかを出して、で師範をリリースして相手を破壊していくとか、まあそういうのです。ただこれだけだったら玉切れしちゃうんじゃないっていうところはあると思うんですけど、じゃあどうするか。例えば同時を出していて、で同時っていうのはこいつがいる時に横に、このカード以外の6部集モンスターが召喚、特殊召喚された時に発動できるっていう効果で、墓地に好きな6部集落とせます。でこれで落としていくので、例えば師範を落とす、そうすると墓地にどんどん師範が溜まるよね。でそれをどうするか、蛮族の共演レベル5です。これは手札墓地にある戦士族レベル5のモンスターを2体まで特殊召喚します。でこの時モンスターの効果が無効化にされます。で師範っていうのはデメリット効果もありますよね。このカードは1体しか存在できないっていうデメリット効果あります。ただそれを無効化できます、蛮族の共演だったら。すでにフィールド上に師範がいると使えないんだけど、例えば6部集梅雨払いの効果で、墓地に師範を送る、その後に蛮族の共演使って墓地の6部集の師範を2体並べてそいつらを玉にすれば、一気に3体除去れるっていうね、まあ、そういう風なギミックとなってます。だから墓地に落とすために同時と、あと一応ハリムシも入れてます。でその2、この同時とかハリムシで影6部集を墓地に落とします。そうするとどうなるかっていうと、影6部集っていうのは自分フィールドの上の6部集モンスター1体のみがね効果破壊される場合、代わりに墓地の影6部を除外できるっていう、まあそういう風な効果があります。だからリーフとか、まあ聖騎士とかね、まあ、そういうのの対策で効果破壊してくる相手には影6部をどんどん積極的に落としていって、効果破壊から免れていくと。でさらに墓地に好きな6部集を送って強化蘇生で展開できます。それで一応梅雨払いと、まあ、メインギミックじゃないんですけど、弥一殿を1体だけ入れてね、まあ、いつでもサーチしやすいように弥一を持ってきやすいように相手によってはやってます。ただこいつはメインのモンスターじゃないんで攻撃力低いから1枚だけの採用にしてます。あとは6部で落とすって言ったらギザールなんですけど、こいつは特殊召喚に成功した時に自分フィールドに存在する属性以外の6部集モンスターをデッキから手札に加えます。だから加えることができるのは梅雨払いか弥一、こいつらを特殊召喚キザルが成功したら加えることができます。まあそういう風なのがメインのギミックです。あとは普通に師範とかで横に広げていったりとか、あとトラップが結構多いんでトラップを処理しつつ、このデッキねバック破壊少ないからウィッチレードピンで刺すことによって相手のバックをまあ破壊できたりとか、まあそういうのを考えてます。パラツイとちょっと迷ったんですけど、パラツイとはちょっと梅雨払いが役割かぶっちゃうかなと思って、それだったら全体除去ができつつ後ろも開けることができる、まあ、ウィッチレイドの方がいいかな、打点要因にもって思ってこいつを採用にしました。ただこのギミックは面白いとは思うんですけど、これがじゃあ環境トップ取れるかっつうと、まず実際そこまでかなと思ってます。だからできればもうちょい煮詰めていきたいんですけど、なかなかね WCS 前とかで時間がなくて、まあ、今回はとりあえずこの形でね動画出したいと思います。一応こいつはちょっと一応融合順位生物闇を最初入れてたんでこいつ入れてたんですけど、まあ抜きました。ちょっとギミック的にね多すぎて、まああっても面白いと思うんですけど、あとリハンね、こいつも良くて属性が異なる6部集モンスター3体を、墓地に送って、リハン出せるっていうことがまあ稀にあります。属性異なるってなると、師範とキザル地属性だからプラス梅雨払いプラス弥一っていう、なかなかまあ出す機会はこのギミックだってないんだけど、まあ暫時入れてもいいかもしれないですね。
まあ、こいつも普通に強いと。で、離反の効果で、墓地に送るなんで、これ墓地に送った師範をまた蛮族の救援で戻してくるっていうこともできます。で、こいつはフィールドのカード1枚を発動対象として発動して、そのカード除外するっていう、まあ強い効果なんですけど、その代わり、自分フィールドの表側表示のカードの中から6部衆カード1枚除外する。まあ手札からでもいいんだけど、まあ、それをしないといけないんですが、まあ一応こいつ一体で、除去っていう対応もできます。じゃあ、今からね、対戦風景の動画撮ってきましたので見ていただきたいと思います。それではご覧くださいませ。どうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。ここは童子と、師範がいますね。ちょっと弱いんですけど、ただまあワンキルはないかなと思って、とりあえずリスタートかけませんでした。基本は銀幕とかアヌビスとか強化蘇生とか、あの辺を本当は引いておきたいっていうところですね。で、道場を召喚して、ここで師範っていうのは特殊召喚ができます。6部衆が場にいれば。で、ここで道場の効果で師範を落とします。で、ここ本当は師範じゃなくて効果破壊からの守るために影6部の方がいいかなと思いました。ただ、まず針虫があるから、それで影6部が落ちるかなっていう期待があるのと、あと蛮族の救援で墓地の師範をこう引っ張ってくることができるっていうところが理由としてあるのと、あともう師範がハンドにいるから後引き師範もしたくないなと思って、だからデッキ圧縮も兼ねて、うん、落としとこうかなと思って、まあそういった事情で今回は師範を落としました。で、カードをセットしてバトルと。まあ、後ろがなければいきなり2100打点っていうのは正直相手からしたらちょっとしんどいかなっていう、下級がねいる状態で2100打点っていうのは思いますね。普通ここでビートダウンをしていくという。で、ここでスナストが出てきます。で、スナストでここ後ろ狙ってくるんですが、そこはもうハリムシなんでね、ケアしていきます。で、落としていくと。で、この落ちが何が落ちたかっていうと、うん、キザルが落ちてるのがすごいですね。キザルは、墓地から影6部は共通効果なんですけど、効果破壊されそうになった時に墓地からこいつ除外したらそれを守れるっていう効果があります。あと同時も落ちてます。なので効果破壊は、なかなか耐性がついていていいんじゃないかなと思います。じゃあ見ていきましょう。で、バレットで取ってこられる、まあ弾をね回収されちゃうというわけですよ。で、さらにこう当たるんですが、キザルの効果で、逃げていきます。で、ガナシアが出てくる。で、さらにこう外しちゃったんで、もうこれで相手が諦めた、狙ってくるんだね。で、同時やられる。で、師範に関してはそのままで、こっちのターン入ってで、トップが強くて、やりたいことっていうのはこれなんよねって感じなんだけど、まず中払いでこれバーンってやっつける。で、蛮族の共演で2体並べると。で、その後中払いでバーンっていうね。で、この状態でガラフィールドにダイレクトアタック。まあ、こういう風な蛮族の共演は使い方ができるので、まあギミックとしては面白いんじゃないかなと思ってます。マジかよ。大した。だ、これを芝刈りとかでやっていって、発明とかね混ぜていくと、もうちょっとなんかトリッキーな動きもできるかなと思うよね。お願い。はい、では次はね、ちょっとデーモンとの戦いを取っていったので、見ていただきたいと思います。デーモンはね、まあ、ウィッチレイドがいるのでかなり横にあのトラップとかね広げられちゃったら、もうあの2枚伏せてウィッチレイドでバーンしようと思ってました。ただ1伏せだったので、まあ、今回はウィッチレイド入りじゃなくて2払い入りにしました。ここ別に同時でもよかったねって今ちょっと思ってるんだけど、で2払い入りでいきました。で、ここでカードガンナー破壊によって効果で、ドローされちゃうっていうね。ここでジェネシスデーモン出てきます。で、ジェネシスデーモンで強い払い破壊されます。まあそれはいいかなっていう。で、ここもそのまま通そうかなっていう風な感じにしました。で、この後に自分は童子を出します。こっからの動きがまあギミックとしてはね個人的には好きだなっていうところなんですけど、まあここ雄たけびでヘルエンペレス復活の、そこから梅払いを特殊召喚します。で、これで何が起きるかっていうと、同時の効果でキザルを落とします。
で、キザルを落としたことによって何がいいことが起きるかっていうと、効果破壊から免れることができるよね。でそこがいいかなっていう。で、ここで破壊しようとしてくるんですが、キザルの効果を使って、守っていきます。でさらにもう一発、ここでジェネシスデーモンだが効果使って破壊してきます。で殴ってくるんですが、そこで銀幕のミラーオールっていうね。で自分は今回銀幕入れてる理由っていうのが2つあって、まずウィッチレイドの弾になるっていうのが1つでしょ。でもう1つは露払いがいることによって相手は殴らざるを得ない状況っていうのが出てくるかなと思うんです。だから返り討ちにする機会とかっていうのは多いと思うんよ。だから銀幕っていうのを採用してます。でさらに今効果破壊の耐性をつけていくと。これ決めきれるかなと思ったんですけど、まあ、残念ながらボールがいたん でその後ここと、ここで殴ってフィニッシュです。まあ、こういう風なギミックになります。蛮族の救援で広げるパターン、あとは効果破壊を免れていって銀幕で返り討ちにするパターン、まあ、そういうのがあります。まあ、相手からしてもね、あの状態で露払いは放っておけないからね。はい、ではやっていきましょう。次アマゾネスです。アマゾネスに対しての対策っていうか、まあ早い話はこれやろっていうのが一個あって、ちょこれはあんま当てにならないかもしれないですけど、まあ私がねこの子入れてる理由っていうのがお分かりいただけるかと思いますよ。まあ、ただ可愛いだけじゃないんでね、めっちゃ可愛いけどねこいつまあ普通にプリンセス入りで強ハンだわっていう、ほんま強ハンで、ここでまあ安定のね、あもうこのドヤ顔の動きですよ。1枚に3伏せっていう、そこでねもう私は目に物を見せてあげますよ。で何犠牲にしようかなって思ったんだけど、まあこの2つかなって思ってブリッジレイドを召喚でもう3枚破壊っていう、でアヌビスだけ伏せてバトルですね。まあ、こうすることで相手は2枚でこのウィッチレードプラス1伏せプラス1枚っていうのを対処しなきゃいけないわけで、まあそれ無理やろっていう、まあ甘えですよねでここでさらに銀幕引いてきたんで、もうこっちは盤石の布陣ですよ。で道寺を召喚でバトルなんですが、これ分断の壁をされてしまうっていう。ただここでアヌビスの呪い、この動き懐かしいよね昔あったわーっていう。まあここでねアヌビスを使っていくわけですよ。それで攻撃力は下がらない。でさらに相手がデキトップ強くてアマゾネスの賢者引いてきます。でどうでもいいことなんですけど、ちょっとしたプレイングのテクニックでね、これってずっと最初からハンドに持ったカードで、さっき伏せてないカードなんよ。っていうのがドローした時にずっとハンドの左側に新しいカードが追加されていくよね。でさっきは、まあ、ちょっとあれだったら見返してほしいんですけど、巻き戻って分断の壁っていうのは引いたばかりのカードをペッて伏せたんよね。でもこれはずっとハンドにあったけど伏せなかったんよ。でなんでかっていうところなんよね。それは伏せる価値がないカードだから伏せてなかったんよ。ってことはあんま重要なカードじゃないんだろうなみたいな感じの察しがつきます。まあ、ちょっとした余談ですけど、ここで反射ですね。でアマゾネスと賢者効果で銀幕を笑えちゃうっていう。でここでデッキトップでまたキザル引いてきます。で同時の効果で師範がねちょっといらんかなと思って落としました。でここで殴ります。一応分断警戒でね、ウィッチレードは安定の守備表示ですよ。でこれで同時とキザルでジャスト1700打点。あ違う、ジャストじゃねえわ算数苦手。まあそんな感じでウィッチレイド入りとかができます。だから他アマゾネスに関しては多分ズッキーさんも言ってたと思うんですけど、あんま相性良くないよね、墓地使うから。そこに対しての回答としてはやっぱ梅雨払いとかでガンガン相手を除去っていって、相手もモンスター足りねえよっていう状況にするか、まあウィッチレイドとか、まあそのあたりが丸いんじゃないかなと思います。勝率としてはそんな高くないと思います。では次はね、シンラとの戦いやっていきたいと思います。でシンラなんですが、相手根性なんでそこ注意必要です。で以前もちょっと言ったんですけど、根性は、ターン数じゃなくて残りのライフ数に比例して発生しやすくなるっていう説がまあ一般的ですね今。なのでそこだけ注意して立ち回っていかないといけないです。
まずここは神羅なんで通払いをちらつかせちゃうとストール入りとかしてくれなくなるんで、ここはキザルから入っていきます。で相手はここはセットだけのねまあよく見た光景ですよ。これで入ってくると、ここで通払い出して、で師範出します。でここで通払いの効果を使って自分自身リリースもできるんで、自分自身リリースでこれ破壊したら4000ダメなんですけど、そこで4000与えちゃうでも根性だから残る可能性結構高いかなと思って、だから通払いじゃないやつをリリースしたかったよね。ってなると通払いは最低限守りたい、アヌビスだけで守れるけど、じゃ怖いのは効果破壊だなって自分は思って、じゃあ何リリースしようかなと思って、確かに蛮族の共演でこいつリリースしてってやってもいいんだ、ですぐに蛮族の共演使ってもいいんだけど、師範復活させてもいいんだけど、蛮族の共演っていうのは使ったターン攻撃できないんよ。だからそれもちょっと微妙かなと思って、で自分が考えた結果、キザルリリースでストール破壊しました。こうすることで、効果破壊の耐性が1回ついたので、これでライフを残り300まで削っておきます、まあ、ここまで削ったら根性発動する確率ってめっちゃ低くなるよね。だからこの場面を作って相手に返す。でタムケを使ってきます。これで通払い破壊してくるんですが、ここでキザルを使っていきます。さらに人参から、ここがねバラステやったらめっちゃ強かったんやけど、まあ、レギアステからのオークです。でここをしのげばってところだったんですが、ここでねハイリーフみたいなこの光景見たくないわ。もうアヌビスで守ってデッキトップ勝負です。でここでデッキトップ引いていくのはキザルですね。この動きは強い。で2体並べることができたのでキザルで殴って、さらに主犯で攻撃、まあこんな感じの、フィニッシュの形に今回はしました。はい、ではね最後に聖騎士との戦いやっていきたいと思います。聖騎士はいいテーマですよね。面白いしかっこいいし強いっていう。でこれに関してはハリムシと、強化蘇生引けてるんで、まあ、ここはリスタートかけなくてもいいかなっていう。ハリムシって5枚落としてさらに高校だからワンドローっていうところを考えたら、まあ下級引けるやろみたいな。でさらに銀幕と師範がいるし、まあまあ平気かなっていう。でここで強化蘇生銀幕ハリムシですね。でこれが速攻魔法系のやつでいきなり破壊されたらめんどかったんで、一発も食らいました。でハリムシ使ってここで強化蘇生を発動、通払いを召喚していくと。でさらに師範を召喚、そして通払いの効果で師範リリースで破壊、さらに師範を召喚で、伏せてバトル。どうやらこれ聖剣じゃなかったっぽいですね。相手もそんな入りは強くないっていう。ここで2発殴ってライフを残り200にしときます。でここで相手にターン返すんですが、ここでねちょっと強くてダブルサイクロンでこれ破壊されちゃうよね、強化蘇生が。ちょっと残念ですけど、ここでガラディーンを装着し、さらにモルドレッドは効果で、横にモンスター広げます。でトリスタンを広げて、でトリスタンに付け替えることができます。まあ、詳しくは聖騎士の動画自分出してるんで、あ概要欄貼っときますんでね、ぜひ見てください。あのもう再生数だけでもいいんででここで今効果で師範破壊してくれたんだけど、師範っていうのは効果破壊されるときに墓地の好きな6武士をハンドに加えることができるの。でこれで加えるのは師範自体を加えます。ちゃっかりプレミアム加工ねでこうなると次相手からすると俺が師範もいるの分かってるじゃないですか。師範プラスデッキトップモンスターだったら師範出して相手破壊で、さらにもう一体モンスター出してもう一体破壊だったら、もう相手のライフ削り切っちゃうよね。なると相手はもうこれ殴ってこういう通払いを倒すしかないんよ。こういう風に殴らないといけないっていう状況を作らせやすいよね。でそこで銀幕のミラーボールですよ。まあ、分断でもいいんだけどね。局所とかが流行ってるからマスクがいるからね。その局所の対策取れるってなったら銀幕かなと思って俺はこっちを採用してます。まあ、ウィッチレードの餌になるっていうのも、まあ、その通りなんですけど。というわけで、こんな感じのデュエルができます。
よければね、皆さんの中で、もっと改良させてね、こんな感じのデッキになりましたみたいなのを教えてもらえると、ディスコードとかね、ツイッターとかでレシピとか貼ってもらえると、すごい嬉しいです。では、今回の動画以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきまして、ありがとうございました。